こんにちは、無課金プロスピース研究家のフォルテです。このチャンネルでは無課金初心者の方向けのプロスピースで効率よく強くなるための情報を配信しております。今回はイベントなどでもらえる自チーム A ランク契約書の自チーム球団を選ぶ時の考え方、そしてアニバーサリーと通常の選手どっちも被っちゃったよって時にどっちを使うべきかといったテーマでやっていきたいと思います。今回も結構コメントでね、そういった質問が多かったので、それを採用させてもらって、まあ、気になる人が多いかなってことで動画にさせていただこうと思いました。いつもコメントをいただきましてありがとうございます。実際僕もね、動画作る時にね、何しよっかなって時に、あ、コメントでめっちゃ質問来てんじゃんっていうね、そういうのがヒントになったりするので非常に助かっております。自チーム球団の選び方だったりアニバと通常の選び方、まあ、これは人によってね違ってくることがありますので、まあ、そういうタイプ別にね解説をしていこうかなと思ってます。でやっていきましょう。ではまずイベントでもらえる自チーム A ランク契約書、これはどこの球団で引くべきかのテーマで話をしていきます。まあ、この質問を言い換えるのであれば、まあ、優先をして限界突破させたいのは誰ですかっていうところだと思います。やっぱり A ランクの使い道としては、まあ、特訓とかはそうなんですけど、まあ、一番大事なのはやっぱ限界突破の素材として使いたいってところだと思いますので、まあ、今持ってる選手の限界突破に使う、もしくは、まあ、今持ってなくてもね、将来的に手に入ったら限界突破進めて使いたいなって思ってる選手、そういった選手が手に入る球団で引くべきかと思います。ちなみに今持ってない選手っていうのは、まあ、今度来る OB とかね、TS とかの選手では特にね、重要な考え方となってきまして、まあ、無課金の方だと OB の1段2段とかね、エナジーが足りなくなっちゃって引けないよっていう方もね、いるかと思いますが、そのガチャが来た時にイベントで自チームの A ランクの OB 契約書とかがもらえたりします。なのでその契約書からまあ来年取った時のね準備としてその選手の A ランクを確保しておくと、後々生きてくるかなと思います。で、限界突破させるといいところをおさらいしておくと、まあ、まず単純にスピーツが上がるところですよね。まあ、S ランクだったら大体1回につき、1回限界突破させてレベルもマックスまですると、大体プラス50ぐらいスピーツを上げることができます。まあ、そして単純にステータスをね、変えられるってところと、あとサブポジションをスピリッツ低下なく守れる可能性が出てくるってことになりますね。まあ、これは人によりますが、いろんなところでね、起用がしやすくなるという感じになります。まあ、ってことなので、まあ、それが生きる、まあ、ずっとね、オーダーで使い続けられる選手の中から選んでいこうって言った感じですね。で、今だとアニバーサリーの第2弾の選手の中から誰を選ぶべきかってところになってくると思うんですけど、まあ、その中でね、称号をつけた時の、まあ、価値の上がり幅が大きい選手を選ぶといいのかなと思ってます。まあ、なんかすげえめんどくさい言い方しちゃいましたけど、まあ、なんか要はなんだろうな、称号をつけた時に、まあ、一気に強くなるよね、みたいな。うん、まあ、一石二鳥になるよね、みたいな選手を選びましょう、みたいな感じですね。例えばその称号をつけたら、まあ、ステータスがね、まあ、普通に上がるだけだと、まあ、普通ですよね。うん。まあ、ですが、そのステータスが上がるプラス、まあ、それによってね、その A 能力が初めてできるとか、同値が初めてできるみたいな選手を選ぶと、よりお得ですよって感じだと思います。なので、例えば、今回の佐野選手を例に挙げると、まあ、この選手だと、まあ、称号をつけてもね、まあ、スピーツが上がるのは別として、まあ、ステータス上がっても別に A 能力とか初めて出ないし、同値にもならないし、とかなので、まあ、普通って感じです。ですが、じゃあ森選手かな。森選手の場合だと、まあ、ステータスを上がるプラス、もしね、パワープラス3をすることができれば、パワーも A に乗せられて初めて A 能力を作ることができるっていうことがあります。まあ、2ついいことがあるって感じですね。で、千賀投手だったら、まあ、ステータスがね、上がることによって、まあ、球威スタミナの同値っていうのを初めて作ることも可能になってきます。はい、これも2つね、いいことがあるよってやつですね。で、今回だと涌井投手が一番ね、称号を進め度が高くなってきますね。単純にステータスが上がるっていうことと、で、球威と制球ですね、初めて A に乗せることもできる。そして、さらに同値も決められることができる。しかも全同値も可能ってところでね、めちゃめちゃ年称号をつける優先度高めな選手かなと思います。で、この A 能力と、まあ、同値を作ることによって、まあ、やっぱりチームコンボが発動しやすくなりますので、その価値はね、高いのかなと思います。まあ、てことで、今回のアニバーサリーの第2弾で、限界突破進めるべき、まあ、称号をつけるべき選手としては、まあ、一番おすすめが涌井投手。で、次におすすめなのが千賀投手、球威スタミナが同値が可能。で、宮西投手、球威制球の同値が可能。で、吉田選手、ミートパワーの同値が可能。森選手、パワーが初めて A に乗ることが可能。で、山田選手、ミートが初めて A に乗ることが可能。で、西投手も球威 A でね、オール A にすることも可能っていう感じでございます。西投手初めから制球スタミナ同値になっているので、同値を崩さずに球威を A に乗せるのでちょっとね、確率難しくなってきますけど、まあ、できたら最高ですよねって感じですね。ただまあさっきの西投手みたいな感じで、堂林選手とかも初めからね、同値になっているので、まあ、もしかしたらこれ称号つけてもね、同値が崩れちゃうなら外した方がいいっていうパターンもあると思うので、割と同値が最初から決まっている選手はそんなに優先しなくてもいいのかななんていうふうに個人的には思ったりしてます。
そしてもう一つの観点でサブポジションというところで言うと、先に確認しておくと守備適性は、B は大丈夫なんですけどね、 C 以下の適性に関しては限界突破が進んでないと、スピリッツが下がってしまうってことが起きてしまったりします。こんな感じですかね、はい。でこのスピリッツ低下をなくすために限界突破が必要で、まあ、超3以上にしていれば C 以上のところは守れるようになります。で超4以上にすれば D 以上も、で超5にすると F 以上のところは、ね、全てスピリッツ低下なく守らせることができます。といったところで今回アニバーサリー第2弾でおすすめなのがまず1人目吉田選手ですね。この選手にはメイン適性がライトになってますが、守備適性的にはレフトの方が高いので、使い方としてもレフトで使うのがおすすめというところで、まあ、超3以上にして、まあ、レフトで使おうというところになります。なのでもし吉田選手超3以上になってない方は結構優先して限界突破ね、進めていくべきなのかななんて思ったりもします。で、もう一人が宮西投手ですね。投手も適性に関しては同じ考え方で、この抑え適性がね、今回から初めてついて、まあ、D のね、ついてますので、超4以上にすることで抑えにもつけることができます。まあ、この辺は自分のオーダー次第なんですが、まあ、使い勝手がね、良くなるかなと思います。で他の選手はあんまりおすすめな選手はいませんでしたね。まあ、無理やりやるんだったら岡本選手とかを、まあ、無理やりファーストで使うとかもギリギリありですけども、基本的にはサードの方がおすすめですし、まあ、堂林選手とかもかな、まあ、ファーストで一応守らせることはできますね。ファーストの方が一番適性は高いので、まあ、一応おすすめでありますけど、まあ、この辺はチーム状況かなって感じですかね。他の選手たちはそのメインのところで守らせればいいのかなっていう意見。では次にアニバーサリーと通常の選手、被った時にどっちを使うべきかってテーマで話をしていきます。まあ、過去シリーズの通常版を持ってて今回アニバーサリーに当たったよとか、まあ、人によってねどっちもシリーズ2でね新しいやつが当たったよって方もいると思いますので、その辺の方がね参考になればなと思います。で基本的にはアニバーサリーの選手ってそのオートグラフっていう星3のコンボがね、そのオーダーに1人入れるだけで発動することができる、しかもステータスが通常にもプラス1されてる、まあ、人によっては大幅にアップしていることもありますので、基本的にはアニバーサリーの方がおすすめです。まあ、実際アニバーサリーの方がねおすすめって選手が多かった感じでした。ですが、まあ、通常の方がいいよっていう選手がね、いましたので、その選手だけ今回は紹介していきます。ってことで、まず石川投手からいきます。まあ、一段ですけどね。リーグだけやってる方に関してはアニバーサリーでいいんですけども、まあ、リアタイを頑張りたい方は通常選手の方が強いですね。まあ、この後の選手も同じなんですけど、まあ、タイピンチとかタイ強打者とか、まあ、そういうリアタイで強い特殊能力を持ってる選手が、まあ、通常版がおすすめになってきます。まあ、ってことで、継承とかに関してはね、過去シリーズ持ってる方は、リーグやってる方だったらね、継承で OK なんですけど、リアタイメインでやってる方で、まあ、過去シリーズ持ってるけど、このアニバーサリーで当たっちゃったよって方に関しては、このアニバーサリーはもうなくしちゃって、過去シリーズの限界突破に使っちゃっていいと思います。で、普通に今後ね、シリーズ2の通常版が当たった方は、普通に継承すればいいのかなと思います。で次、山本投手です。こちらもね、リアタイの方では通常版が強いですよって感じであるんですけど、まあ、過去シリーズ持ってる方は、そのアニバで当たってもね、別にシリーズ2の今後の通常版で当たっても、まあ、どっちでも継承しちゃっていいのかなと思います。これに関しては単純に2020シリーズ2のね、能力が、球種とかが優秀ですよってところになってきますね。まあ、スプリット変化量が4になってて、しかもツーシームが C の組み合わせになってるのは今回がね、初めてになってますので、まあ、過去シリーズ持ってる方は、まあ、対強打者がなくなったとしても、まあ、こっちの方に、ね、継承しちゃっていいのかなと思います。で、もちろんこのアニバ版と、まあ、シリーズ2の、ね、通常版も当たったよっていう方だったら、まあ、通常版の方が強くなってきます。で、3人目が西投手ですね。リーグメインでやってる方は、別にどのバージョンが来たとしてもね、2020シリーズ2だったら継承しちゃって OK だと思います。で、リアタイメインでやってる方は、過去でね、持ってるけど、このアニバ版で当たっちゃった人はね、このアニバ版はね、さようならって感じで、過去シリーズの限界突破に使う感じになるかと思います。こちらもタイピンチがやっぱね、なくなってしまってるのが痛いかなって感じですね。で、今後通常版のシリーズ2がもし当たれば、もちろんそっちは継承していいと思います。タイピンチがちゃんと残っていれば、はい。で、千賀投手ですね。こちらもリーグメインでやってる方は継承で、普通にアニバでも通常でも継承でいいと思います。リアタイメインでやってる方は、こっちもね、タイピンチがなくなってしまってるっていうのが、アニバサリのね、微妙なところなので、アニバが当たっちゃった人はね、限界突破、まあ、過去シリーズの限界突破でいいのかなと思います。で、まあ、もし通常版が当たった人はね、普通に継承すればいいと思うんですけど、ここはちょっとめんどくさいんですけど、千賀投手が一番リアタイ向きな能力だったのが、この2019年のシリーズ2のバージョンですね。まあ、ここが唯一ね、ツーシームが C の9になってますので、まあ、そういった面で一番強いから、このシリーズを持ってる方は、まあ、ツーシームの比が下がっちゃうともったいないので、
継承せずスピリッツ解放をお勧めいたします。まあ、ここは個人的な意見ですけども、この球威ですね、通信の球威が一つだけでも違うと結構打ちづらさ変わるかなっていう印象がありますね。タイピンチでね、156キロの球威 B の通信ですからね、まあ、このシリーズ持ってる方は多少のねスピリッツ差があったとしてもスピリッツ解放していくのがおすすめなのかなと個人的には、リアタイプ的には思います。で、有原投手も同じような感じの考えで大丈夫だと思います。リーグメインでやってる方は普通に継承でね、アニバでも通常版でも、どっちも継承でいいと思います。もし今持ってる、加工バージョンがね、その2019シリーズ2の、まあ、ベスト9じゃないか、まあどっちもいいんですけど、ベスト9とか2019シリーズ2だった場合だったら継承せずにね、こちらもスピリッツ解放がおすすめです。で、こちらもツーシームの球が最初から B になっておりますので、これが一番ねその有原投手で、まあ、リアタイム的な能力に今のところなっておりますので、まあぜひスピリッツ解放を検討していただければなと思います。まあそんな感じですかね。まあその継承タイミングなんですけど、もしね、そのリアタイ頑張りたい方メインの話なんですけど、例えば千賀投手ね、アニバーサリー当たったけど、まあ一応通常版の方がいいじゃないですか。ってところで今後ね、もし当たる可能性があるとすれば、やっぱりシーズン2完全移行の時の、まあ、契約書大量開封だったり、狙う人はミキサーだったりとか、そういうところがあると思いますので、そこを見てから、まあ育てていくって感じでいいのかなと思います。なので、まあ、とりあえずアニバが当たった方はね、選手レベルだけマックスにしておいて、限界突破とか特訓に関しては一旦待ってもらって、の契約書開封とかを見て当たんなかったなってなってから、まあね、育てていけばいいのかなと思います。もし先に限界突破はね進めておいちゃうと1回分損するとかそういうことがね起きてしまいますので、まあ、その辺損したくない方はとりあえず様子見っていう感じでいいのかなとは思ってます。まあ、そういう継承のなんで損なのかっていう関してはこの動画で詳しく解説しますので、よかったらそちらも概要欄から見てください。じゃあ最後はアニバーサリーの第2弾のね、まあ、スターロードの累計契約書開封やっていきたいと思います。一応狙いとしては、まあ、とりあえず持ってない選手ですね。まあ、リアタイ面で頑張ろうと思ってるので、宮西投手が持ってないので当たったらすごい嬉しいです。で、大野選手もね、ここで当たったのが一番美味しいのでね、ぜひ欲しいですね。まあ、選択契約書だと能力が下がっちゃうので、通常版だと。ぜひアニバ版で欲しい。で、あと森選手もね、キャッチャー持ってないので、ぜひ欲しいなと思います。そんな感じですかね。山本投手もね、もちろん欲しいです。やっぱ、その選択契約書でも対象じゃないと思いますので、まあ、それ対象じゃない選手は欲しいです。ね、まあ、ただタイピンチがなくなっちゃってる、まあ、千賀投手とか西投手とかだとちょっとアニバ版当たっちゃうとね、なんとも言えないなみたいな、まあ、西投手は持ってるんですけど、千賀投手は選択契約書で取ろうと思ってるので、大野さん、森さん、誰だっけ宮西投手が持ってないので当たったらすごい嬉しいです。宮西投手が持ってないので当たったらすごい嬉しいです。忘れちゃった。西投手来ちゃったよ、もう。あ、まあ動画的にちょっと説明できるからいいか。あー、かぶった。限界突破ですね、残念。はい、というわけでね、ちょっと引きは自分的には微妙だったんですけど、まあ、ちょうどね、その具体例が出てきてましたので、ここで限界突破させちゃいます。一応、加工シリーズだと能力が若干低いので、できればね、新しい方に継承はしたいんですけど、やっぱこのタイピンチがね、ないと、正直ちょっときついかなっていう感じがするので、せっかく手に入れましたけどね、このアニバーサリーの選手はもう限界突破でいいのかなっていう感じですね。ここでも限界突破させちゃうのは、基本的にはそのシリーズ2でね、その通常版がもうすでに出てる選手だったら、もう契約書大量開封とかそういうタイミングで当たっちゃうかもしれないんで、まだね、その限界突破が進めない方がいいよって話したんですけど、エース枠の選手とかだと結構タイミング遅いと思うんですね、出てくるのが。なんで、まあ、待ちきれねえやってことで、まあ、限界突破させちゃいます。はい。せっかくね、今ゲットしちゃいましたけど、はい。限界突破3ですね。まあ、もう一個ね、A ランクは今ね、育成中なので、それが揃ったら、まあ、徴用にできるっていう感じ。ございます。さよなら、アニバーサリーの西田。もう、正規西田言うた。はい、そんな感じでした。はい、というわけで、やっぱ S ランク限界突破に使っちゃうのちょっともう切ないですね。あんま使いたくなかったけども。はい、そんな感じでしたね。まあ、ぜひ参考になってれば幸いでございます。まあ、こういった感じで、このチャンネルでは無課金初心者の方向けのプロスペースで効率よく強くなるための情報を配信していきますので、そういった情報をもっと知りたいなと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。Twitter では YouTube で話してない最新情報の補足ツイートとかもしてますので、そちらも気になる方、最新情報をゲットしていきたい方は、ぜひ見ていってください。概要欄にリンク貼っております。